I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. お前何してんだよ。来るなっつったろ。お嬢に頼まれてきたって。おいおい、お嬢についていてくれって先に約束したのは俺だろ。 なんだそれ。 カッコつけてんじゃねえよ。 ま、何にしても頼もしいぜ。 ありがとよ。 後輩君は、私の後輩君も同然だし、私たち超超超会長だから。これぞリベリオンズ特別。
チームの若いやつが連れてゴールデンなんとかって強い。そうなの。それはもう昼夜問わず猛烈に苛烈で鎖国で過激な特訓を敢行して、私が言うって口ばっかりなせいでリベリオンズも、私の言うことはまだ大流行や杖にも馬鹿にされるし、友達にまでごっこ遊びって言われるし、でもそれも当然かなって思ったんだ。だって私まだ何にもしてないんだもん。いろんな人に認めてもらうためにはまず私が自分の実力を示さないとね。大丈夫だよノキア。そうだよ、みんなにノキアのことを分かってもらえるように頑張ろう。あう、泣けること言ってくれ。お嬢のワームモンドにこいつらでいい。変な感じだよな、デジモンが普通のダチみたいに見えるよ。それとも俺たちが知らなかっただけで本当はああいうもんなのかもしれないな、デジモンって。よーし、みんな誰よりも早くゴールして、あんた見てなさいよ、ユーゴにペイ。それあー、ちょ、置いてかないでくださいよ。友達ってさらだかよ、世間は狭いな。いっけ、そんなこと言ってる場合じゃなかった、置いてかれちまったじゃん。追いかけるぞ。エリコ、ワームも体重い、エデンに行きたい。こんなところで寝てる場合じゃないのに。それなら私がやる。忘れた？私はエリカの代わりになるためにいろんなことを教わったんだよ。何でも言って、私がエリカの手足になる。ワームも岸辺を調べて、徹底的に。さあ、行こう。It's my hacking business! 波に乗ろうぜ。
さん、開始だ。スカゴラ、さっさっ。さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。さあ、行こう。汚染された息を止めてやるぞ。みんなのおかげだよ。Thank you.
かけるから。さあ、行こう。なんとかなったね。これでとどめだ。全力だ。あたしたちは無敵だよ。くそ。ユージ、何しに来た。エリカについていろと言っただろ。お前を止めに来たんだ。俺もこいつも気づかないか、ユージ。ここまでのトラップぬるすぎだ。昔俺たちが攻略したときは、どうもこの騒ぎ、気が臭い。よそのチームに行ったやつには関係ない。は？お前な！俺はチームを抜けたつもりなんかねえっつうの。お前がアンダーゼロに行くっつうか、わざわざ来たんだろ。そんなこと誰が頼んだ？前から言おうと思ってたけどよ、
お前、真田に対していつもそんな調子だよ。頭ごなしに突き放してよ。そんなんだから、いつまで経ってもあいつが俺たちのところに戻ってこられねえんじゃねえか。年上のくせに大人げねえとは思わねえのかよ。真田のことは関係ないだろ。言ったはずだ、岸辺と手を切るつもりはないと。アンダーゼロの監視は岸辺からの意図。どうあっても俺を止めたいなら力ずくで止めてみろ。ああそうか、らしくねとは思った。ここまでとは。知った、頭冷やしやがれ。お前を巻き込んじまったらいいのか。なるほど。情報戦担当のお前が俺に勝てると思うなよ。どうかな、ぐぬけたお前に負けや。くそ。力のない奴に何も言う。ユージ。お兄ちゃん。エリカ。お願い、これを聞いて。あらら、いいか。あなたがいい具合、彼らの達成感を満足させられるレベルに、セキュリティのレベルを下げておきます。これでうまく、ゴールまで、たどり着いてくる。死ね。おい。これひょっとしてアンダーゼロの。そうだと思う。神城のサーバーに仕込んだマルウェアを経由して岸辺の端末をハッキングして盗聴したアンダーゼロに何か膨大なデータが送り込まれた痕跡があるし、マコアまで降りちゃダメ。きっと罠だよ。まずい、モキアたちが先に行ってるんだ。おい、通信が繋がらない。メインフレームを囲うようにデジタルウェーブ装置が上昇したくの。実際はカットアップ。エリカ、くそ、早くあいつらに知らせねえと。おい、待っ。さあ、行こう。僕たち、叶わない。
開始だ。僕たち叶わない。ことがフェイ、あのデジモンは一体あれはノキアのデジモンか、ノキアがフェイに勝ったのか。はいはいはい、ご苦労様。岸辺、よく頑張ったわね。お姉さん、ほんと、感心しちゃったわ。あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目、これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのがあなたの、ユウモくんの役目だったの。筋書き通りここにみんなを集めてもらったら、そしたら、クーロに出た化け物か。おいおい、こりゃやばいぜ。どうするよ、リュウジ。リュウジ、なんだこれを。俺は、
ージ。消えた。千歳が消えた。柔道も仲間もみんな消えた。両親も消えた。エリカも消える。みんな消える。消える。消える。負けられない。みんなのおかげだよ。何だったんだよ、この作戦は。誰か、俺の仲間を知らないか。君、な、千歳は エデン、チクショー、チクショー、あっただ、
邪魔は。いったい。あんなお兄ちゃん、初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。エリカ。ワームも、やってく。やったけど、エリカの退院許可を出すためにね、検査結果。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で、私の治療だっていつまで続くかわからなくなったもん。だったら、ここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。手伝って。岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワーム。してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、今は復旧作業に終わり、すぐに侵入しよう。侵入してどうする？暇岸辺を警察に突き出す電脳犯罪捜査課。でもそれって岸辺みたいな出会いは、人を脅す紙知りのメインサーバーアバランス通信、秘密の彼に目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざる岸辺の握手が一つだけとも。そうかもね。こんなに怒ったのに私、変かな。あんまりふざけ。冗談。私のデジモンなんだから当然でしょ。私は解除されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕はない。以前君が仕掛けた。シベリエ、今までやってきたことのツケは、落とし前をつけるってやつだ。そういうこと。
とかなったね。さあ、行こう。なんとかなったね。なんとかなったね。ハック、開始だ。Thank you.
られちゃいな。文句あるってのか？Thank you.
なのおかげだよ。クールに